皆さんこんにちは。浜松山里いきいきレポートナビゲーターの岡本真理です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三作保、佐久間、春野、立山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里いきいきレポート、この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里いきいきレポートでは、中山間地域の女王を目指す私マリドンこと岡本真理が、中山間地域の皆さんと交流を深めながら、おすすめのスポットや楽しいイベント情報、おいしいものなど山里のさまざまな魅力をお伝えしていきます。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さあ今回は立山の話題ということで、私は浜松市の中心部から車でおよそ1時間半浜松市天竜区立山町にやってきました。今私がいるのは旧立山北小学校です。12月1日から3日までこちらで立山ぽちゃんというイベントが開催されています。今日撮影日は12月2日土曜日、イベント2日目です。どんなイベントなんでしょうか。今日はその模様をお届けします。早速行ってみましょう。さあそれではこの立山ぽちゃんを企画された浜松山里いきいき応援隊の長谷山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。こちらのイベントは去年に続いて2回目ということになるんでしょうか。はい、そうです。では改めてこちらの立山ぽちゃん、どんなイベントになるんでしょうか。そしてこの名前が本当に素敵だなと思うんですけど、どんな思いが込められているのか、そこからお話を伺えますか。はい、アートがキーワードになるアートイベントになります。こちらのコピーにあるように、時の流れにアートの雫がぽちゃん、水滴がね、ぽちゃんと落ちるのぽちゃんなんですけど、立山の時がですね、過去から現在そして未来でこう流れていくところに、一個アートの雫っていうのがぽちゃんと立山に落ちて、そこからまた立山の一部になってっていうイメージでつけさせていただいてます。いろいろな活動がここからまた広がっていくといいですよね。今回はどんな方々の作品があるんでしょうか。まずあちら、金パラ釜という昔の林業で使われた釜をモチーフにした作品を飾られております。はい、その他だと立山に滞在された画家さんの立山の風景だったりとか、それをちょっと民話の挿絵にして、民話自体もちょっとこう広めたい、残したいなっていう思いもあるんですけど、そういったプロジェクトの一部もちょっとこう飾らせてもらったりだとか、ちょっとこう抽象画的なものを描かれる方だったりとか、こういったちょっとなんていうんですかね、舞台芸術的な、いらっしゃったり、こちらドキュメンタリー映像をやられてる方なので、立山でまた作品を撮ってそれを上映してるっていう感じになりますね。アートって言っても本当にさまざまな種類があって、そうですね、特にここの立山オールアートに関しては、森林文化会館の隣の屋台小屋に立山にちなんで竜と、せじりのぶかだこっていう伝統文化のコラボしたオールアートをちょっと作成中でして、もうすぐ完成する。そうなんですね。でこういった立山ぽちゃんアートイベントなどを通して、この立山がどんな風になっていくといいですか。そうですね、現実的に考えて、これから立山がすごいめちゃくちゃにぎわうっていうのはなかなかちょっとね違うかもしれないんですけども、このアートの観点からすると、ちょっとこうアーティストさんが立山ってちょっと面白いなって思ってくださって、それからちょっと立山にもこれからもちょっと関係してくださる強力な関係人口になってくださって、で立山が少しでもこう存続していく、もしくはこうアートとしてちょっと魅力ある土地としてなんか残っていってくれたら、これをやった意味があるのかなというふうには思います。
いろいろな辰山が抱える問題はありますけれども、でも可能性っていうのもすごくあるなって、感じますし、また本当に地域の方そしてアーティストの方も楽しめるイベントだなと思います。ぜひね、またこれからも続いていくといいですね。そうですね、続いていきます、はい、じゃあこれからも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、私は辰山森林文化会館にやってきました。こちらの屋台小屋に竜と瀬尻のブカダコがデザインされた絵が描かれています。もう間もなくで完成ということです。さあ、それではドラゴンアーティストの国分夢史さんにお話を伺います。今回のこの作品はどんな思いを込めて作られたんでしょうか。はい、その辰山の文化としてずっとその江戸時代から続いているというそのブカダコをテーマにして、それをこう龍がまあ囲うようにというか、こう一緒にこう楽しんでいるようなイメージを持って描かさせていただきました。はい、この辰山には、はい、あの縁があって、どれぐらいの縁なんだろう、6、7年ぐらいですかね。はい、ここに来ると何かあの思いが湧いてくるようなこととかもありますか。まあ、やっぱ天竜川、とか見てるとやっぱりその土地の、まあ、エネルギーみたいなものはすごく感じるなと思います。はい、今回のこの絵にもそんなエネルギーを込められたんでしょうか。そうですね、はい、まあ、一つ自分が意識したこととしては、ブカダコの絵を描くときに、まあ、実際にその本来描かれている方たちとできるだけこう近いようなこう描き方をしたいなと思って、まあ、そういう筆の運びを意識しながら描きました。じゃあまた普段とは違う感じだったんですかね。そうですね、まあ、一つその、まあ、絵の中にその絵を描くっていうのがすごくまあ面白かったなと思って描いてますね。はい、でこの通り沿いでもありますし、多くの方が目にするんじゃないかなと、まあ、ずっと愛される作品になるようにと思って、はい、ずっと残るものとしてやっぱり描いてるので、たくさんの人に見ていただけるとやっぱり嬉しいですね。作品ご覧になっていかがですか。そうですね、なんかまあ、その辰山っていうことで龍を書いていただいて、で、まあ、その伝統文化のブカダコっていうのがこの本当に真上の空に浮かぶんですけど、なんかそれが本当こう誰でも見れる形でああいう形でなったっていうのはすごい嬉しいなっていうのと、なんかここ朝日がこのね、山から山に動くんですけど、金色がすごい映えてあのキラキラして綺麗だなと思います。はい、続いて学校内に展示されているアート作品を見ていきましょう。今回は静岡文化芸術大学デザイン学部特任助手6人による辰山の素材やアイデアを主とした空間展示から2つの作品を紹介します。まずは山口隆和さんの作品です。こちらとても大きな作品で、鎌を使った作品になるんでしょうか。はい、そうです。金パラ窯をモチーフにした、作品になります。はい、で金パラ窯、金パラ名前っていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、ここの辰山地区っていうところがもう平均年齢が70歳以上ということで、今人と環境のバランスが若干崩れてきているんじゃないかなと私は考えました。はい、金パラ名前のが制作を依頼して作った窯で、ここら辺の瀬尻地区は最初に杉とヒノキの植林が行われたんですけども、まあ、その時っていうのはその人と環境のバランスが取れている、で人と環境が密接に関わりながら生活をしていたと私は感じています。でそんな中で今の辰山を見ると、まあ、人と環境のバランスはどういった状態なんだろうっていうのをもう一度鑑賞してくれる方々に意識するきっかけとなるような作品にとして制作しています。で今回ここで制作された作品なんですけれども、これからはどのようにされていこうと思われますか。はい、金パラ窯っていうのはここで始まって全国各地の林業に使われております。はい、で今後3月に予定されている、私が参加するアートイベントの方にもこれを展示して、私はもともと福岡出身なんですけども、この作品が逆輸入っていう形で、今私がこっちでインスピレーションを受けたものをまた向こうで展示することによってどういうふうな展開があるのかっていうのをまた3月に行っていきたいと思っております。続いて岩さんの作品です。
タイトルが辰山を織ると名付けました、はい、ですね、辰山 の、 あの天竜区の天竜杉とかヒノキっていうのがすごく有名なんですが、そちら の、 あの木材をカンナで削ったものですね、はい、そちらをですねちょっと裂いて織りとしてタペストリーにしてみました、はい、ですので一応はあのここのちょっとここからここまでの限定にはなるんですが、辰山で実際に生えている木を使っています。少しだけですけど、うん、香りも少し残ってはいたりもするので、はい、そういう香りをまあ楽しんでいただいたりとか、あとはちょっと今日は風がないんですけど、うん、風に揺れて少しこうカサカサするような音も含めて、まあ、あの作品として楽しんでいただければなっていうふうに思います。そしてワークショップも企画されていました。こちらはどんなワークショップになりますか？一応使っている材料が、辰山で取った天竜材、天竜杉使ってまして、まあ、こちらで、1人2組2枚を渡すので、1枚はこの小学校 の、 あの磁石貼れる場所に貼ってで残しておく。でもう1個は家に持ち帰って、で思い出として品として1つお土産として、お土産として使う。皆さん描かれるものは本当に様々なんでしょうか？そうですね、やっぱ子供はもう自由にもう塗り使いたい色を自由に塗ったりとかで、もう大人の方とかは結構繊細に描く方もいらっしゃいますので、結構いろんな見た目っていうんですかね、見せ方があるんで面白いですね。この辰山はどんなところでしょうか、皆さんにとっては？そうですね、私この4月に福岡から来たんですよ。で初めて静岡に住んで、で5月ぐらいに初めて本当に天竜の辰山この辺り来させてもらったんですけど、なんか普段浜松の市内に住んでるとあんまりこう山の方に来る機会ないので、こういうイベントとかやられてる方とか通してこの地域をよく知れたっていうのはすごいいい機会だったなと思ってます。今日はスタッフとして参加されていらっしゃいますけれども、こちらがもう母校と伺いました、はい、イベントを通してこの辰山がどんな風になっていくといいでしょうか？そうですね、過疎だもんですから、まあ、なかなか人も少ないんですけど、こういうことをやって知っていただいて、少しでもやっぱり外からね、来てくれる人もいたり、出てった方がね、なんかの折には来てくれるような感じになったらいいかなと思ってます。さあ今回は旧辰山北小学校で開催された辰山ぽちゃんをご紹介しました。辰山を訪れたアーティストの皆さんの思いがアートの形となって学校舞台に繰り広げられたこのイベント、辰山ならではの素敵なイベントだなと感じました。これからもいろいろな情報をお届けしていきます。皆さん次回もお楽しみに。それではさようなら。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。またこの番組は放送終了後ウィンディの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の協力でお届けしました。